て本日の試合、広島対大宮の一戦だったわけなんですけれども、まずはこのシーンです。松原から谷口、ここですよね。いや本当に13番谷口選手がよく左のアウトでしたけれども、足が出ましたよね。で角度がやっぱりなかったので、簡単なシュートではないんですけれども、やっぱりここをしっかりこう決めきるあたりはすごくこう、高い技術 と2番この松原選手も、思い切って、この1本のパスで、2人で本当に得点を取れてしまったのでね、素晴らしい得点でした。これが先制ゴールとなりました。さあ続いてです。この上野の蹴ったボールだったんですが、ここハンドの判定になりました。9番上野選手のこのシュートのタイミングが早かったので、非常に良かったと思います。で、ね、ここはあとはもう本当冷静にしっかりコースを狙って決め切りましたね。上野の PK で2点目ということになりました。いいコースです、落ち着いてます。さあそして後半に入ってからのシーンです。ここ中島走っていって追いつきます。そしてクロスボールを上げて最後というところですね。上野11番中島選手は本当に再三にわたって、突破と、ドリブルでの仕掛け非常に良かったですよね。で上野選手も、点で合わせたんですけれども、ちょっとタイミングが合いませんでした、さあそしてこのシーンです。谷口がグランダのボール、反対側には中島がいました。これは作りも素晴らしかったですね。この出て前、この前から非常に作りが良くて、で13番谷口選手 のやっぱりスペースへの走り込みと、と逆サイドの、11番中島選手やっぱりここまでしっかり詰めていたって言ったところで、ラッキーではありましたけれども、形としたら本当に素晴らしかったですよね、中島のゴールということになっております。さあそして大宮のシーンです。ここから長いボールが入って中田が追いつきます。そして中は高橋がいました。最後高橋、なかなか、シュート場面はなかったですけれども、でもこれだけ、広島の寄せが早かったですね、さあそして今度は吉谷のシーンです。交代で入って吉谷、本当に数少ないシュートチャンスでしたけれども、10番谷坂口選手入って流れは変わりましたよね。そうですね。改めて2021-22予備校 B リーグ第18節、広島対大宮の一戦は3対0で広島が勝利しました。